はいどうも一般人です。それですね、ついにですね、6章の、10話に来ました。これねクリアすればとりあえずはね、あの現時点ではクリアというので、ちょっとね初挑戦してみたいと思います。果たして倒せるんでしょうか。どんなものを書いたの。ゲリオンが出たらしいですね。蘇っちゃったらしいですね。結局こういうの見といた方がいいですね。まあ、ちょっと今ね獣耐性らしいですね。獣なんだね。獣耐性って何があったんだろう。洗濯物はどうでもいいんじゃないかって思います。ちょっとね行ってみましょう。雑魚はいけると思うんだよな。結構ね、ビリ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 、ああ燃えてますね。ゲリオン強そうっすね。倒せっかな。とりあえずザコをねまずは通してみましょう。ザコもねどういうやつが出るのかねわかんないですよ実は。これは余裕だ。これと魔王と弱点もわからないしね。一応雷神のやりをしました。氷を集めた方がいい。まあまあ強い。音はもうあれだね。違うのに普通のあれ。これ標準かな。ここも結構強いという。もうすでに雑魚でね半分ちょっと満タンしといた方がいい。これダメ。あ、もう一回見た感じ雑魚なんだけど。節約してった方がいいかな。あと1回で、これあと1回ぐらいかな。これ満タンにしとくか。道具で満タンにしていて MP をね少しでも節約します。これで決勝。これで次がゲリオンかな多分。あれまだ違う。あまだ雑魚なんだ。結構雑魚がいっぱい出てきましたね。いれば早めに終わりたい。これで雑魚は全部倒した。まだあんの？あと2回、あと2回ある。あと2回か。まだ大丈夫。
まだ余裕の余裕があります。仲間とか呼ばれて結構厄介です。MP はあんまり正直入らない。氷の爪いいんだけど MP が一気になくなっちゃうんで、あんまりボス戦に使えない。仲間呼ぶ前に倒したいですね。これMP もね、満タンにしておきます。聖水で念にを念をってやつなんだ。こんぐらいでいいか、とりあえずは。果たしてどんな敵なんでしょうか、気になります。発技能、シールド、これもいいんだね。厄介なやつは。どうしますかね。とりあえずフーバーはやっといた方がいいかな、これ。なんかね、絶対なんか入ってくるよね。うおー173、うおーやばいやばい、2発受けて、もう死にそうじゃん。やばくないですか、これ。しかも寝ちったし、賢者が寝ちゃったよ。これダメだね、これね。ちょっと待って待って待って、どうすればいいの、これ。いや、ちょっとね、何にも作戦が思い浮かばない。スキル？何をやればいいの？ジバリーナとりあえずやっとく？これね、多分、攻撃してる間がないかもしれない。でも、ダメかもしれないな。その前に俺が死ぬ。ちょっと待ってください。この攻撃力やばいっしょ。どうすんのこれ。野心の心とか？排水の構えてなんだっけ。ダメだね。死んちゃうね。一回食らったらこれ死ぬじゃんね。野心の心。持たないかもしんないけど。持たないのかね。しかも寝てるし。ちょっと待ってください。え、これ無理じゃない？ちょっと待って、どうすんのこれ。これもう動きをね、止めるしかないね、なんとかね。どういうの？お、二人止めた。あ、これでかいね、結構ね。取るか。あー、死んだ。しかも呪いの攻撃で。どうすんのこれ。この鍵縛りが重要だね、これね。ちょっと待って、これ無理じゃない？ドーム？若葉？毒薬草とか意味あんのかな？ちょっとね、どうしよう、これ。スカラとボーニロカップとかそういう感じ？もう全然わからない。とりあえず回復しますか。これね、もう金縛りに全て頼るしかないね。よかった、しますように。うお、この攻撃力が強い。ちょっと待って、これやばくない？しかも2回攻撃でほとんど死んじゃん。どうすんのこれ。どうすりゃいいか分かんないね。
アサシンアタックとか効かないよね、どう考えても。一応やってみる。アサシンアタック効けばね、背はないよっていう話なんですね。信用しないでしょ、どうせ。あ、ダメだね。どうすっかな。これね、回復2人用だな。回復。山彦で自分回復。あー、ダメ。もう、ジバリンはしかダメージ与えてないという。これはね、問題だね。もう、これでなんとか、金縛りやってる間になんとか。とか、2人ぐらい。一人も効かない。ああ、即死かい。ちょっとこれダメだね、ダメだね。これ無理でしょ、どう考えても。これ無理だね。ダメだな、回復二人だな、どう考えても。いや、でもね、ここで諦めたら終わりなんですよね。これはね、どうすかな。ドームで、とりあえず総量じゃないです、賢者は蘇らさないとまずいね。これザウラルかな、これちょっとね、これでなんとか金縛りゲリオン、あ、しかもゲリオンに行かないし、あ、そういうの、わお、また死んだ。ゲリオンを止めたい動き、バキマンも使うんかい。あー、やばい、もう一回攻撃が残ってた。そしてうわ、またバキマン、あー、全滅です。これは無理だね。ちょっとね、顔を洗って出直してきます。それではまた来週ドラクエ動画で会いましょう。バイバイ。ちょっとしばらく修行します。これ無理だね。無理です、これは。